大神これもとは、平安時代中期、または後期の武将、文後大庭氏の祖と伝えられる。平家物語や、源平清水記などに記されている、祖母山大明神の身体である蛇との、蛇神本伝説でことに有名である。平家物語には、文後国国史の行武教、藤原頼助とその息子で大官の藤原頼常が、慶から、 平氏一族をかくまう九州の武家らを源氏に、従わせよとの胸の命を受け、これを、小方れよしに加盟した件があるが、ここで、尾方の先祖、赤狩大夫都市のことが語られている。すなわち、文後国の山里に住んでいた娘のもとに、身元の知れぬ男が舞を通ってきて、娘は子供を身をもってしまった。母にそそのかされて、娘が、 男の仮犬に糸を通した針を刺し、その後をつけると、男は、祖母山のふもとの岩穴へと入っていく。娘が姿を見せるようにこうと、男はついにオロチの本味を表す。そして、仮犬に刺したと思った針は、オロチの喉元に刺さっており、オロチは、生まれてくる子供は、男児で、武芸で、九州二等に並ぶものはないであろうと告げ、生き絶える。やがて生まれた子は、 おろちが言う通りの男児で、祖父から名を取って、大太子と名付けられた。成長が早く7歳で喧腹し、手足が赤切れでひび割れていたため、赤狩り、大太子と呼ばれたという。九段のおろちは、日向国にあがめられた参る、高知王の明神の身体なり。この、小方の三郎は、赤狩り大太子には古代の孫なり。平家物語巻、第八平家物語は、 作者が不明であるが、このことから尾形惚れ吉の五代前の祖とされる、大上惚れ元が赤狩洋太市にあたるとされている。大分県武田市の武尾しこり彦神社には、このおろちが住んでいたと伝えられる岩穴がある。出生伝説は有名であるが、惚れ元自身の生涯については詳細はわかっていない。実際の出自については、諸説があるが、山と大庭市の分流である。 大神義臣が、任那二年に、文後助を任じられたが、その前世を慕った領民の願いによって、任期後に、その子、初期が、王の軍領として留められ、さらにその子の大神これ元が、文後大庭氏の子祖となったとする説が有力である。他の有利記説としては、宇佐神宮の宮司であった、宇佐大庭氏に出自を求めるものもある。文豪国海府軍を本拠とし、藤原隅とも、 941年の復将であった佐伯木これ元をこれ元と同人物として偽する説もあるが年代上問題があるとされる。新婚伝説のためか神社の創建や最高との関わりが伝えられている。熊本県人吉市にある青谷蘇神社は大道元年大神これ元が阿蘇神社の祭神十二柱のうち柱を分祀して創建したと伝えられる。また、 宮崎県西臼杵郡高千穂町にある天岩戸神社は社殿によると公認3年に大神これ元によって再興されたとされる。これ元には5人の男子があり、これ元はこれを文後国南部を中心とした地域において勢力の拡大を図った。大神氏はここからさらに37市に枝分かれし、九州で最大規模の武士団に成長する。 足や裏の戦いで先訓を挙げた小型ヨ良は、薄岸または同族の佐伯氏から分かれた小型氏に連なる惚元の五代の子孫である。平家物語では、ヨ良を恐ろしき者の末などと描写し、その勇猛さの源を祖先である惚元の羊に求めている。岡藩か,から橋訓山1931。19 P135 ABCDEF 最期間一 &1980 武家家電、くたみし。ありがとうございます。